はい、これはですね、デニスコーチって書いてあるんですが、まあこれは私が書いたんじゃなくて前のオーナーが、書いたんで、前のオーナーがまあこれとか好きな方がいて、でその人が、集めてたと思うんですね。ただ、私デニスコーチと聞かれても、何のことだかちょっとわからないんですよ。デニスコーチってのはおそらく、このバスの会社の名前と同時に、デニスシングルDって書いてあるんで、1935年って書いてあることは1935年製のデニスシングル D コーチと。ただこれだけ言っても、まあインターネットではパッと出てこないんですね。まあなぜかしたら、まあついついインターネットってのが便利ですから、まあネットで調べれば何度もかんでも出てくるだろうというふうに思いがちなんだけど、実際には図鑑にしか出てこないやつとかがたまにあるんですよ。でそうすると多分これらの情報もおそらく、まあ、図鑑だとかそういったものじゃないと出てこない、可能性があります。ですので、まあ、これは、まあ、非常に残念ですが、まあ、なかなかない、ものなので、まあ、非常にねちょっとこう見分けるのが、まあ、難しいかなというところでありますけども、あの何の写真か、デニスコーチルにはどういう特徴があるのかってことが分かんないので、まあ、それが分かればね、まあ、誰か知ってる方がいればありがたいなって感じです。でこれはなかなか前に紹介した赤いバスと同じですね、なかなかいいですね。ここにイギリスの騎士のマークのような馬のマークがこうやってありまして、なかなかいいなという感じで、デザイン性とかもね、申し分なくて結構良い風にできているなという風に、思います。これは確かミニカーとしては有名なちょっと会社だったかと思ったんですけど、まあ、なかなかないやつですね。というわけだと思います。